新しいチャンネルを作るならサッカーにちなんだ名前にしたい、ジュゴンです。さあ、木曜日に週刊 FP が登場したかと思えば、次の週刊 FP の予想をやっていくでおなじみこのチャンネル、週末恒例チャンピオンズリーグ週間の予想タイムです。こんな感じで週末にはチャンピオンズ、週明け月曜日にはリーグとやっていきますので、日本の予想動画お楽しみください。まだチャンネル登録してない方はぜひこの機会にチャンネル登録高評価よろしくお願いします。さあ、そんな注目第3節を迎えたチャンピオンズリーグですが、今節のやっぱり注目カードといえば、昨シーズンの決勝カード、レアル対ドルトムント。一時ドルトムントが2点リードし、あらっとなりましたね。そして今節の最も注目カードはバルサ対バイエルンのパートナー対決。リーグで好調ユベントスがシュツットガルトに負け、アトレチコもリールに敗れ、そういう波乱も起きています。そんな中で誰が来るのか、どういう選手が選ばれそうなのか予想していきます。チャンピオンズリーグに出場する日本人の活躍も見逃せません。やっぱり今週の週刊 FP の候補でもある南野選手、2ゴール1アシスト、この試合のゴールによってチャンピオンズリーグ通算4ゴール目。1点変わって上田選手はチャンピオンズリーグ初ゴール。幻のゴールもあったんでね、あれ入ってればワンチャン2ゴールで、そんな日本人チャンスもありそうな週刊 FP、 どんな選手がどういう形で選ばれそうなのか見ていきましょう。とその前に、現在の3節終了時点の順位表です。3連勝を飾ったのが2チーム、アストンビラとリバプール。まさかのプレーオフ圏内にも入れてないミランやアトレチコ、苦しんでいるクラブもありますね。そして今回の画像、リーグの週刊 FP もそうでしたが、サムネ、最後の11人予想の画像、金丸さんに作成していただきました。ぜひ概要欄にリンク貼っておくので、フォローよろしくお願いします。さあ、そんな中予想やりましょう。まずはゴールキーパー。ゴールキーパーが大活躍したライプツィヒとの一戦で6セーブでクリーンシート。リバプールからキャラハーことケレハー、ライプツィヒ相手に1対0、どちらのキーパーもねビッグセーブ目立っていました。勝利を収めたリバプールからこのゴールキーパー、3連勝を飾ってアストンビラに次ぐ2位につけています。キーパー他の活躍で言うと、スポルティングのイスラエル、アストンビラのエミマルさん、また名前が入ってます。そんなケレハーはこんな感じ。前回はブースター対応、まあブースター乗るくらいに強化されてると嬉しいよね。低弾道もあるよ。さあ、続いてディフェンダー行きましょう。まずはスポルティングからゴンサロ・イナシオ。センターバックの選手がクリーンシートで無失点勝利に貢献。決勝トーナメント圏内8位に浮上。イナシオはこんな能力、186cm、まあ、能力的には強化度次第かな。おっと、スキルが。2人目のピックアップはジローナからファンペというセンターバック。ジローナは2対0でスロバン・ブラチスラバに相手にクリーンシート達成。73分直接フリーキック、センターバックのファンペが決めました。この2対0の勝利によってチャンピオンズリーグ初勝利を飾ってます。ファンペはなんと 190cm のハープレスセンターバック。そうか、映像を見る限り190あると思えなかったけど、結構あったんだね。こちらも強化度次第かな。スキル頑張れ。その他の候補で言うと、ワンゴール1アシスト、モナコのシンゴ。南野選手への絶妙なアシスト。さらには54分の目の覚めるような 30m 弾。超ゴラッソスーパーゴール。ぜひ見てください。そして現在登場してるんで、2週連続はないと思いますが、マンチェスターシティのストーンズは、マテウス・ヌネスのクロスからヘディングシュートを決めてます。あとは0対2とビハインドから、レアル勢で、反撃の一手となるエンバペのクロスからルディガーヘッド、気持ち入ってたし、気持ち入ってたといえば83分の逆サイドネットへの思い切りのいいシュートの勝ち越し弾、バスケツ。来るならバスケツかなと思ってますが、どうなるんでしょう。さあ、続いてミッドフィルダー行きましょう。まずはマンチェスターシティからヌネス。ちょっと前になんか来た記憶あるんですけど、満点なら出すんじゃない？最近2度目の週間とかもね、来るようになりましたし、全然あるでしょう。チーム3点目、クロスからストーンズのゴールはアシストし、ワンタッチパスでハーランドのゴールもアシスト。PK は自ら倒されて得た PK をしっかりと沈めました。ヌネス、サイズのある、前回ちゃんめだったけど、またプレイスタイル変わってると嬉しいよね。意外とスピードあって、もちろんテクニック周りもさすがで、いい能力してたね。今回はスパサブはなしか。そして今節の注目カード、バルサ対バイエルン、パートナー対決は4対1、ハットトリックのこの男が来るんでしょうか。開始1分経たずしてのゴール。レバーのポストプレーから落とし、さらにフェルミンのツルパスから、ハフィーニャ抜け出し、ゴールキーパーかわし、先制点。その後追いつかれるも、フェルミンのアシストからレバンドフスキー。45分にはハフィーニャのカットインから右足。後半、ヤマルの裏へのロングフィードから、再びハフィーニャ抜け出してハットトリック。こちらも前回同様、左のミッドフィルダー。ブースターもしっかりつくと思うけど、ストライカーセンスかな、また。シュートかもしんない。能力自体は悪くなかったからね。また似たような感じで来てもらいましょう。スキルはまあミドルぐらいかな。3人目、フェイノルドからミランボという19歳。ベンフィカとの一戦は3対1でした。33分にはミランボ、切り返しからゴールキーパーの股下抜いての追加点。66分、ベンフィカに1点返されるも、アディショナルタイム。パイションのクロスからミランボのワンタッチ。2ゴールを奪ってます。アントニー・ミランボは完全 FP 初搭載の19歳。テクニックとスピードは結構速いみたいな選手。今回 CMF なのでバランスよく、ディフェンスとかもしっかり上がりそう。ちょっとスキルは課題。
そしてミッドフィルダー4人目はモナコからタキ・イッチャオ。2ゴール1アシストを記録してレッドスター相手に快勝。この勝利でチームも4位に浮上。前半1点目、誰も周りにいなかったと本人もびっくり。絶妙するパスすぎて、いつの間にかキーパーと1対1、冷静に沈めます。70分、エンボロのワンタッチパスから南のワンタッチで決めてチャンピオンズリーグ通算4ゴール目。日本人最多タイ記録に並びます。終了間際にはアクリウッシュのゴールはアシスト。南野で言うと昨シーズンアジリティのブースターで一度ブースター化もされています。 OMF としてはまだ来たことないみたいだね。今回初となるでしょう。足早、今回はもうちょっと得点力にフォーカスされるんじゃないかな。スキルはもともといいからね。ミッドフィルダー5人目はアストンビラからモーガン・ロージャーズ。ボローニャ相手に2対0と勝利し、41年ぶりのチャンピオンズリーグでまさかの3連勝、首位に立ちます。マクギンの中に合わせたフリーキック直接吸い込まれ先制。64分、クロスにドゥランがアクロバティックな形で合わせて、そのゴールをアシストしたのがロージャーズ。ドゥランは少し前に来たし、今回はロージャーズかな。チームも無失点で3連勝、波に乗ってる。モーガン・ロージャーズはウィングストライカータイプ。今回は OMF なんで、またプレースタイルの変更入りそう。結構テクニックに長けたタイプのウィンガータイプ。キルちょっと少ないですけど、ダブルタッチワンパスルパとしっかりと抑えられるとこは抑えてる。その他の活躍で言うと、まずはジローナのグティエレス。1アシストって書いてますが、1ゴールの間違いだね。チャンピオンズリーグ初勝利に貢献する先制点を決めている選手。あとはメインパートナーのインテルからもしかしたら来るかなと思ったりもしますが、評価の高かったデュンフリース。特にゴールとかはなかったです。クロスからアシストしたインテルのディマルコ。ミッドフィルダーで最後まで入れるか迷ったのがミランのラインダース。クラブブルッフェ相手に61分、71分のこの選手のゴールで勝利を収めてます。61分はオカフォーの左からのクロス。エリア内フリーのラインダースがワンタッチ。さらに71分はチクウェゼのクロスから再びワンタッチ。ゴールキーパーの重心ずらしのようなゴールでした。チャンピオンズリーグ、これで今季初勝利です。ラストフォワードいきましょう。まずはハットトリック。レアルマドリードからビニシウス。マドリーはこうやって勝つんだよとインタビューでなんか言ってましたね。0対2とあわやドルトムント勝利かなと思われた。60分からの反撃は圧巻でした。さすがは王者らしく。62分こぼれ球をビニシウス押し込んで同点。86分自陣からボール運んで最後はカットイン。80メートルのドリブルを見せ、しかも決める。終了間際アディショナルタイムに縦にドリブル抜いていって左足でハットトリック。おろ、逆足上がるかも。もう一回左ウィングでまた来たからね、今度こそ逆足上げてもらっていいですか。ビニはなぜか左足で決めても逆足が上がりません。得点力もあってかなりいいウィンガー。まあそうか、前回スパサバあったのか、まあ、今回はないです。その代わりブースターをつけてもらおう。2人目、ミランからプリシッチ。何度目のプリシッチでしょうか。週刊まだ来てません。3対1、34分直接コーナーキックで先制点をもたらしています。再三登場を期待するプリシッチ、今度こそなるんでしょうか。週刊初登場。この POTS の能力プラスアルファ期待したいですけど、プリシッチはもともとスパサブ持ってんのか。こんなスキルで来てくれたらいいんだけどね。まあ活躍シーン見る限り、まあ根下くらいなんだよね、つくとすれば。3人目、リールからジェグロバ。こちらも期待ずっと上げていますがなかなか来ません。今回こそ行きましょう。今回アトレチコに勝利した3対1の勝利。8分、バックパスをアルバレスがかっさらいゴールへ突き刺すも後半3発、特に同点弾ジェグロバの落ちるような軌道のミドルシュートで1点を返す。あのシーン結構ゴール良かったんで来てほしいんだよな。中間初登場なるか。ジェグロバは意外とサイズのあるウィンガーで能力は悪くないよね。ウィングらしい。あ、ドロップシュート持ってんのか。と考えると、まあ、つきそうなスキルは特にないかも。アレンジでワンタッチパスとかつけてほしいね。その他で言うと、マンチェスターシティのハーランド。特にあのゴールは、説明無理。のクロス、アクロバティックな形。左アウトか。ブルーロックでなんか似たようなシーンを見た気がします。ヌネス最近来たって判断されたら、ハーランドになりそうだよね。あとはモナコからは、まあ、一応エンボロの可能性も残る。南野へ優しいパスも出してくれ。1対1の中の勝ち越し点も決めてます。中間チクエゼとかもそろそろ見てみたいけど。その他の活躍選手並べました。まあ、登場の可能性はちょっと低いかなと思う選手たちで。シティから考えると、フォーデン、中間まだ今シーズン来てないよね。その辺に期待がかかる部分です。そして今回の11人予想は、先ほど言った通り、金丸さん作成の画像です。予想11人並べるとこんな感じ。まずはなんとか滝に来てもらい。あとは個人的にはジェグロバそろそろいいと思うんだけどね。シティはヌネスなのかハーランドなのか。バルサからフェルミンとかも見てみたいけど。ではまた来週の月曜日にリーグの方で。